あ、そうそう、朝7時です。7時スタートです。クリームパンとコーヒーで朝ごはんです。はい、おはようございます。4日目の朝です。今日もいい天気ね、なりました。で、今スゴロク小屋テントを片付けて今から下山していくと、あれ、新穂高に向けて下山します。それでは今日一日怪我のないように進めたいと思います。行ってきます。気が良すぎて進まない。あかん、2、3歩進んだら、おお、たくさんだ。うわ、すごい。昨日は全然見えんかったけど、違う、初日か。違う、また間違った。2日目は全然見えなかったけど、すごいとこじゃん。すごいとこ歩いてる。スゴロク小屋スタートして35分でここまで到着。黒百合ベンチですね。これはすげえ。ここもガスの中だったからわからんかったもんな。よいしょ。花見平か、花見平到着。分岐に到着です。ここで稜線歩きも終わりですね。ここから鏡平行って、その後は下にどんどん降りていくと、そんな感じになります。この景色もこれで終わりかな。またバーッと開ける場所あったらいいな。よし、降りていきましょう。
じゃあ、じゃあ、じゃあ、よし。あ、8時40分、鏡平山荘到着。1時間40分です。さあ、あれ？どこだ？逆さ槍を、逆さ槍を取りに行くんだ。ここか。よいしょ。よいしょ。どこですか？ん？あ、これ？いるかな？やり。手を出したとこがいいっていう。ポイント手を出したとこで教えてもらったら。じゃあここやって。ありがとうございました。ありがとうございました。一番奥がいい撮影スポットらしいです。あとで YouTube 上げときます。はい、お願いします。顔出ちゃっていいですか？いいですか？ありがとうございます。9時20分、鏡平山荘スタートです。さあ、あとは新穂高まで一気に下山です。ちょうど1時間かな、板取ヶ原。小池新道もこれで終わりです。時間の方が11時20分、11時20分です。ありがとうございました。また来ますね。見切れてたかな。うわ、すごい人だ。うわ、人口がいっぱいだ。誰食べようかな。それではいただきます。すごろく小屋って書いてあるけど、わさび台なんですよ。いただきます。お昼ご飯だね。やっぱ山にしたらカレーだよね。うまい。ごちそうさんでした。
あ、疲れた。ゴールです。人がいっぱいいるわ。